はい、おはようございます。マガンダンウマガー。はい、今日は、11月の16日の、火曜日です。 Welcome to マリアンタがハッピーライフ。はい、ね、しばらくね天気良さそうなんですけども、まあ、だいぶ気温が寒くなってきたんで、風邪などひかないように、注意してくださいね。はい、今日のテーマね、早速いきたいと思います。フィリピン人妻ね、フィリピン妻、フィリピーナ妻、永住権取ったらさよなら、永住権取ったらさよなら、さよなら、そういう人いますね。あの、永住権取ったらもう旦那さんいらない、ビザは自分でなんとかなる、だからもういらない、そういうフィリピーナさんいますよね。気をつけましょうね。今日はあの自分の、2回目の結婚失敗の話を、交えて、その辺の話をしていきたいと思います。フィリピーナ、永住権を取ったらさよならに注意です。はい、じゃあね。はい、ではね、センターに向けて出発しますが、マリちゃんを高柳ステーションに落としていきます。せーの、高柳ステーションとセンターに向けてレッツゴー、ゴーゴーゴー。お疲れ様でーす。マガンダーンガビー、ガビー。はいはい、ここのところねもう1ヶ月近く繁忙期というか、緊急事態宣言が終わってから仕事が忙しくて、自宅で休みの日のね撮影か、もしくはもうこういった自宅で YouTube が撮れなくて、社内で、今ブログをアップしているような感じになります。忙しいです。忙しいです。はい、今日の、YouTube のブログのお題なんですけども、フィリピン妻、フィリピン人の奥さん、永住権を取ったらさよならっていう人が目立ちます、うん、まあ、そういう人がいるんですよね。まあみんなじゃないですよ、みんなだったらね、みんなそうなっちゃうからね、みんなじゃないんですけども、そういう人がいるんです。はい、フィリピン人と、日本人、ね、この離婚のタイミングが怖いんですよ。で、まあ永住権を取った直後、に奥さんの方から見下り犯、離婚する、もう別れる、それまではもう全然もう甘い だったり、甘いふりだったりをしてたのが、永住権をもらった途端にもう離婚っていう話をしてくるね。それもしくは永住権のために我慢をして普段の生活をしてたフィリピーナさんだっているわけですよね。まあ言い方を変えれば、永住権を取得するために結婚するフィリピーナさん、ババイさんも存在します。永住権のために結婚する、だからまあ短ければまあ4年とか3年とか5年で永住権取れるんですよね、うまくすれば。だからその間我慢すればもう永久に日本にいられる、ビザを手に入れられるんだから、まあ3年5年我慢してもいいやっつって、いい奥さんを演じてラブラブなふりをしてっていうことが、まあそういう人が一部いるんですね。うん、そうじゃない人がほとんどですよ。ちゃんと愛し合ってる人がほとんどだけど、そういう人がいるんですよ。なんで、まあ僕もね、マリちゃんが永住権を取るときね、僕が申請するとき怖いですよね。永住権取ったら次の日いなくなっちゃったら怖いもんね、マリちゃんね。あさこ。だから、まあ、そういうことにならないように、まあ普段から、まあ、頑張っていきましょうね、皆さん。はい、でね、じゃあ 何の話かっていうと、まあ、僕があの今までフィリピン人と、1回結婚しました。まず最初に、まあそれは3年で終わっちゃったんですけども、まあいろいろお金だったり、
連れ子さんの問題だったり、前の旦那さんの問題だったり、まあいろいろあって3年で終わってしまったんですけども、2人目も僕フィリピーナさんと結婚してる2回目ね。でその時のことをちょっとお話ししたいなと思います。はい、その時ね、僕ねカラオケのリーダーで営業の仕事をしてたんで、いろいろカラオケを置いていただいている居酒屋とかキャバクラとか、フィリピンパブとかフィリピン居酒屋に、まあカラオケの営業で回ってるじゃない、回ってたんですよ。でその時に、まあまあ、船橋の、まあ、あるカラオケの居酒屋さんのママさんね、から話があった。まあタカさん、タカさんって今フリーでしょ、離婚したんだよねフィリピーナさん。あ、そうそうそう、フリーなんですよ、離婚したんですよ。また結婚しないのって聞かれたから、いやー新しい奥さん欲しいですね、ゲットしたいですねっていう話をしたわけですよ。そしたらママがね、タカさんね、私の友達で今フィリピンにいるんだけども、まあ年は30半ばちょっと過ぎぐらい、マガンダだよね、日本人と結婚して日本に来たいっていう子がいるんだけど、どう？今電話で話してみない？っていきなり言われたんですよ。ね。スタートはそんな感じ。で、つってる隙にママが、まあメッセンジャーだったか LINE だったか覚えてないけど、電話つなげて、で、いきなりもうテレビ電話ですよ。ね。まあそこでね、まあ話がちょっと盛り上がっちゃったのもあって、まあ連絡先交換して、その日は、まあ終わったんだけども、ママに、まあその電話が終わった後、聞いたらば、まあ彼女は、まあ、30半ば過ぎで、2人の大学生の子供がいる、見えないんですよ。まあ見方によっちゃ、まあ、20代後半ぐらいにも見える感じだったんで、でまあ2人の大学生がいるんだけども、その大学生がもうすぐ来年とか卒業だから、そしたら彼女1人で日本に来て、あなたと2人きりで新しい家族を作るのよ、そういう風な彼女の希望があるから、まあ2人きりでスタートできるからどう？って言われたから、あ、いいねママありがとうって感じで始まったんですよ。でそっからね、毎日テレビ電話かかってくるようになって、でまあね、ママの言った通り子供は大学行ってて、もうあと1年で卒業、もう1人半年で卒業か、もう1人があと1年半で卒業、そしたらもうフリーなんで2人で新しい生活ができるよっていう話だったんですよ。でまあそれが6月ぐらいかな5月かな後半かな。でまあたまたま毎日電話してて、まあまああれ来たとかなんとかとかってやってたんだけども、2人でねチュッチュッチュッってやってたんだけど、電話で8月のお盆休みに、僕は別に何も考えてなかったんだけども、たまたまパソコンいじってたら、インターネットで、マニラ行きチケット格安で出てます、みたいなのがパソコンで出てきたんですよ。お神様かと思って見たら、お盆休みなのに、往復でね、5万切ってる。5万切って安い。うん、ただね、僕休みの関係で2泊3日でしか行けないんだけど、まあ、早速チケットをゲットして、彼女に連絡。ね。で、8月なんだけど、来月なんだけど、マニラ行きのチケットが手に入ったからフィリピン行こうと思うんだけど、本当？って言って、わ、嬉しいなって。で、まあ、お盆休み、フィリピンに行って初めて会ったわけですよ、直接。で、その時に、まあ、向こうでね、空港には、彼女の、兄弟妹2人と、あと妹の旦那さんじゃないんだけど、彼氏がね、迎えに来て、みんな日本語ペラペラ、みんな日本で働いた経験があるから、社内は全部日本語っていう感じで、もう僕も安心しちゃって、で、まあ彼女の家に行ったわけですよ、フィリピンについてね。で、まあ、行ったんだけども、まあお父さん、お母さん挨拶したんだけども、まあその時はね、まあ何も気にしなかったんだけど、リビングだけだったんですよ。僕が上がった場所がね。それね、もっとそこで気にすればよかったんですよね。リビングだけだったんで、お父さんもお母さんも、まあ娘と同じね、E さんって言うんだけど、E さんと同じことを言ってくるわけですよ。で、あ、そっか、じゃあ、結婚して、
彼女が日本に来たら二人きりの人生っていうかね、生活が始まるんだなっていうふうな僕は夢見て、ね。で、ただね、泊まるところがね、彼女の家じゃないんですよ。リビングしか入ってなくて、あとね、2泊したけどね、ホテルだったんですよ。で、それも気にすればよかったんだよね。なんで家があるのに泊まらないのか、泊まれないのかな。で、まあ日本帰ったじゃないですか。で、時は過ぎて、8月から過ぎて、10月、いよいよ結婚するってことになって、僕、仕事休み取ったのかな。で、また2泊3日でフィリピンに行きました。何のためかっていうと、実は結婚のためです。結婚をして、早く彼女に、結婚ビザを渡してっていうかね、作って、日本に来て、早く日本で生活、二人の生活始めるために行きました。10月。うん。で、実はその時に一つ問題が起きるんですよ。ね。結婚のパーティーの時に、彼女がね、2歳の女の子連れてきた。突然。で、え？何？何？誰？って話になるじゃないですか。だからごめんなさい。私、あなたに嘘ついてた。うん。2歳の女の子ね。この子ね、実は私の子供なの。ね、実はこの子、もういて3人なの。で、まあ、悩んだけど、もう結婚パーティー始まるじゃないですか。お客さんも来てるし。まあいいや。じゃあ、その子も一緒に日本に連れてって、3人で生活するかって言ったら、いやいやいや、この子はもうフィリピンでいいから、お父さんとお母さんに預けるから。なんだろうな。まあ、でも、一家も一人ぐらいしょうがないなって思って、結婚を終わらせて、日本へ帰ったんですよ。ね。そしたらば、私の最初のフィリピーナの朝はっていうのは、まあ僕のことすごい嫌いなわけじゃなくて、僕のことは、まあ気持ちはあるんだけども、いろいろな要因があって、まあ離婚になっちゃったんだけども、まあすごい心配していたみたいで、まあ風の噂で、頼りで、私がフィリピンに行って結婚してきたっていうことを入手したんですね。で、フィリピン人のネットワークってすごいのね、つながりがね。実はその私に紹介したママさんとつながってたんですよ。で、ね、そのまあこういった話をママさんにね、前の朝はねが J さんって言うんだけど、 J さんが前の朝、朝はが、その紹介したママさんにクリピン居酒屋のね、いろいろ話を聞いちゃったの、本当のことをね。で、本当のことを聞いてすっごい頭にきてた。で、まあたまたまね、離婚したんだけど、うちの近くに彼女は子供たちとアパート借りて住んでたんだけど、たまたま近くのセブンイレブンでばったり会っちゃったの。ばったり偶然。そしたら彼女が、前の朝和がね、3年結婚した朝和が、あなた結婚したんだってね。え、なんで知ってんの？知ってるわよ。で、ところでさ、ね、ちょっといろいろ私心配だから聞きたいんだけど、子供何人って聞いてるの？って言うわけ。で、え、あ、子供ね。いや、騙されちゃってさ、実はさ、本当は大学生の子供2人だから卒業したら2人っきりで日本で生活できるねっていう話だったんだけど、実際結婚フィリピンに行って結婚した時にごめんなさい、嘘ついてた。もう1人女の子がいる、2歳だよって言われて、まあまあしょうがないな、もう結婚でフィリピンまで来ちゃってるしねって思って、っていう感じですよっていうふうに、その前の朝は前の奥さんに言ったんですよ。そしたら、あなたバーカね、騙されてるねって言うから、何がって聞いたら、その前の朝がね、 J がね、子供ね、5人だよ5人、何あなた騙されてんのって言うから、そこでさ、私はさ、その今の新しい奥さんね、かばったんだよね。いやいやいや、ふざけんなよ、俺の嫁さんの悪口言うなよ、子供3人で何言ってんだよって、前の奥さんと言い合いになったの。そしたら前の奥さんが捨て台詞ね、最後帰る時に、いや、だったらね、彼女に聞いてみな、本当のこと聞いてみなって帰ったわけ。あなた騙されてんだからバカだねって帰ってった。で、まあ家帰って電話かけたんですよ、テレビ電話で。電話かけたら、まあ実は聞きたいことあるんだけど、何って言うから、
あんた子供2人って言って3人だったじゃん、ごめんね3人だよだったじゃん、そうだよって言うから、いやちょっとね5人っていう話ちょっと聞いたんだよね知り合いからっていうふうに言ったら、しばらく黙ってて、その後そうだよ5人だよ悪いって始まったわけですよ。で悪いって言うから、いやっていうか5人ちょっと違うでしょ、話が2人っていう話が5人だとだいぶ違うでしょって、あなた何その子供の数で何好きとか嫌いとか変わるのとかって、もう半分逆ギレ、だってさあなたさってもう向こうわー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 ってヒステリックな一品だね、激変していきなりで、だってさあなたに本当のこと言ったらさ結婚の紙にサインしなかったでしょ、しょうがないじゃないのって逆ギレですよ。で私ももうだんだんそこから冷めちゃって、もうこんな嘘つき、もう結婚できねえわ、結婚しちゃったんだけどね、あの日本で生活できないわって思ってたんですよ、うん、でね日本に帰ってきてからね2週間おきにね15万円って電話してくるんですよ、送ってくれ。でいやいやいや私の給料ね手取りで40万しかないのに月に2回も15万送ったら私日本で生活できないじゃんって言ったんだけど、いやあなたも結婚したんだから責任だよね、月に15万を2回30万私がビザ出るまで送りつってくれっていう、送り続けてくれって言うから、いや無理だよ俺も家のローンがあるし無理だよって言ったんだけど、まあ、最初の15万はね初回は送ったんだけど2回目から無理だよって言ってもう言い合いになったりして、うん、でまあ結局ね前の朝はにごめんねってあなたの言う通りだったよって、そうでしょ私ね、前の朝はがね言うんだよ、私ねその紹介したママと会って聞いた時にひどいなこのフィリピーナたちひどいな騙したんだなって思ったのって言って、それだけじゃないよあなたと結婚してね日本に来て永住権取れたらあなた捨てられるんだよ、そういう話になってるんだよっていうことまで前のねフィリピーナ奥さん J がね言うわけですよ。でもう冗談じゃねえよって言って、もう私も最後のメールですよ、あのフィリピンにね、もうあなた日本に来たって一緒になんか暮らさねえから、もうあなたのこと信用できない、大嘘つきだ、無理だって、もう愛なんかなくなった、マハルキタじゃない、全部言った、うん。でまあ彼女がその後日本に飛行機に乗ってね、年明けてバレンタインデーの夜にいきなり2時頃ピンポンピンポンって玄関に来たんだよね。でもうお前とは暮らせないって言ったのにスーツケース持って、でも、まあ、私しかと無視ね、もう門前払い、うん、そしたらもう次の日の朝からもう電話鳴りまくっちゃって、でまあ実際まあ会って話したんだけど、まあ紹介したママさんもねもうしらばっくれちゃって、で彼女住むとこないんだからなんとかしてよって言われたから、とりあえずじゃあいいよって、もうどっか住むとこ見つかるまで住んでいいけど、その代わり、まあ、もう見つかったらさっさと出て行ってくれなっていう話で1ヶ月ぐらいかな、うん、バハイに住んでたんだけど、でまあ親戚の家が近くあってさ、シドリかなんかにあって、そっちにまあ1ヶ月ぐらいで出てって、でその後はまあ船橋のお店でね夜ホステスとして働き出したわけで、それもさましてやさ私のさお客さんの店で働き、まあ偶然だけどね働き出しちゃってさ参っちゃうよね。で私に飲みに来いって言うわけよ、お客になってくれ、冗談じゃないでしょ、もうケツの毛まで抜くのかっていうような感じで、うん、でもうお願いだから離婚してくれ、もう無理だって、あなたに愛はないっていう話をしたのが彼女がね、じゃあね1年経った時にビザ更新してくれと、1回だけでいいから更新してくれと、更新してくれたら私に離婚届にサインするよっていう話だった。だけども私ももう散々騙されて頭に来てるもんだからね、ちょっとイミグレの方にも相談して、まあ一応聞いたらイミグレの答えは、じゃあビザ出してあげなさい、ビザ出してあげれば離婚できるんでしょ、しょうがないねっていう話だったんですよ。でまあイミグレの言う通りに1年後、まあ、別居してるんだけどビザは出してあげて、うん、ただイミグレから出た答えは半年ビザでした。で2人でまあ取りに行ったんだけども、新しい更新のビザね、まあ彼女は切れるよね、
なんで半年なの、なんでなんでって、イミグレーションは何も言わない、私も何も言わない、なんで 半年なのよ、おかしいじゃないのって言ったけど、もうサインしちゃったから、イミグレーションつくそのもらう前にね、離婚届はね、じゃあこの離婚届出しとくよって、ようやっと二人は離婚できた。まあすんなりいけた方なのかな。ただまあね、いろいろまあお金のこともあったし、まあフィリピンに行った時だってタダじゃないし、まああったけども、まあ聞くところによると、まあ日本人と結婚して最終的には永住権をゲットするのが目的で、私と結婚して生活をするっていうことは、それはもう単なるその過程であって、最終的な目的はもうビザを取ったら、もう永住権もらったらポイ、私なんかポイって、そういう話だったらしいの。だから結局で、その紹介したママとジェイが喧嘩になったらしくて、なんでねタカさんに全部話しちゃったの、喧嘩になったらしくて、でだってタカさんかわいそうじゃないのって喧嘩になったらしいんだけども、まあ前の私の浅輪は、奥さんはジェイはね、私のことかばってくれて助けてくれたんだけども、ママはなんで同じフィリピン人なのにあなた邪魔するなよみたいなことを言ってきたらしい。だからそういうやからがいるんで、助けるね、悪いことに手助けをする友達のピーナさんもいる。で、あとはもう永住権ビザをゲットするためには嘘をね、友達ぐるみでつく、そういうババエもいる。だからまあね、永住権もらったらさよならされないように、結婚する前はしっかりと相手のことを探った方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあちょっと自分の恥、大恥なんだけども、恥をさらすことによって、皆さんが失敗しないように勉強していただけるようにね、僕みたいに大きな怠慢はたかないように、皆さんに話を紹介しました。以上です。まりちゃんどう思いますか。どう思いますか。私バカなのかな。バカ、何、優しすぎる、簡単に信用しすぎる、そうだね、っていう風にまりちゃんは思ってるんで、そうならないように皆さん気をつけてくださいね、まりちゃん、まーりちゃん、あさこ、何来た、っていうことです。最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、ね、永住権もらったらさよならされないように頑張りましょうね。またそういう人と出会わないようによく考えましょうね。はい、参考になったなと思った方は、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますね。今日は以上になります。じゃあ最後の言葉いきます。さっぱり終わります。せーの、バイバイポー。マリちゃん愛してるよー。